はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見た聞いた話、今日はスーパーリッチ守る江口のり子はなぜ言う赤楚衛二を選んだのかっていうここなんですよね。ちょっと語ってみたいと思います。皆さんいかがですかね。まあ第6話は町田啓太演じる宮村空のこの切ない恋の引き際、まあ、絶賛の声が上がっています。もともと前回もね、ケイ君お話したように、で空はこの男気があるんですよね。困ったように200万をポンと自分のお金を貸してあげるらしいっていうか、優しさがあるというか、人の痛みもわかるこの空。空ではなくて、なぜ守は言う赤楚衛二を選んだのかっていうことです。まあ、守と空が抱き合っている様子を優が目撃してしまうという場面がありましたね。で第6話は3スターブックスが、まあ、三日月モバイルとの連携を目論む一方で、守をめぐる恋のこの三角関係の進展を見せてるんですね。いや、このドラマね、まあ、着地がわからないですよね。まあ、どうなるんだろうと。いや、もともとこの仕事関係の展開で事業の3スターブックスの展開があるのかなと思ってると、いえ、恋の守と空というの三角関係みたいな感じになってきているんですよね。空は気づいてしまったんです。まあ、真剣に思いを伝えても守から、私らそういうんじゃない、勘違いやと、まあこう濁されてしまう。まあ、この理由は、まあ、守はきっぱりとした性格ですよね。だから空も彼女のそういう部分にこう惹かれてきたっていうのはもう事実なんですね。まあ、何の理由もなく、まあ、結論から逃げるような人ではないということは空は誰よりも分かっています。だから苦しいんですよね。守に空は自分の気持ちを伝えていきたい。いや、決してあの時に自殺をしようとした時の自分を唯一救ってくれた、まあ、恩人なんですが、まあ、でも恩人だからと言うて愛が芽生えているというわけでもないんですね。やはりその守の本当に素晴らしいところをずっと見てきたんだろうと思うんです。だから思いを伝えたい。でも思いが伝わらない。だから苦しい。まあ、こういう連鎖でしょうね。でも守が向き合うことから逃げるっていう気持ちがないから、空は部下として本当に大事に思っているからこそ、守は傷つけてしまうのが怖いんだろうなっていうのもわかるんですね。だからそこに愛情関係はなくて、いや、好きなんですよ。好きなんだけども、やっぱり部下として、一人の男として素敵なんだけども恋には発展しない。ただ傷つけるのも嫌だっていうところの守の気持ちもわからんではないですよね。で、俺だって男なんですよとこう守を抱きしめたんですが、まあ、彼の最後のこれは賭けだったと思うんですね。まあ、自分に気がないことは分かっているけれど、もしかしたらという願いのハグ、そしてそのもしかしたらを消して守への思いにピリオドを打つためにと、空は守よりも早く彼女の気持ちが優にあることを気づいていたのかもしれない。まあ、その表情が見て取れたんですね。まあ、それでも目指していいですか、守さんのそばで一番守さんの役に立つ人間をと、まあ、こう言えるのはね、やっぱり男気のある、いや、かっこいい空だと思いますよね。まあ、引き際まで美しい空に絶賛の声が出ています。じゃあなぜ優赤楚衛二を選んだのかっていうところですね。まあ、何でもこなせるのは空なんですよね。でも優はまだまだ頼りない。まあ、200万の借金だってあるしね。まあ、時にはまあ突拍子もない行動もするんです。でも守は優を選んでしまうんです。なぜか、その理由をちょっと皆さんと考えていきたいと思いますね。守は巻き込まれ型の恋に憧れを持っていたのではないだろうかっていうのが一つありますよね。幼少期はご存知のように大金持ちなんで、
まあ、お手伝いさんが自分の思い通りに働いてくれる生活が満喫しているっていう社長である今もですね、まあ、空や、まあ、中村ゆり演じてる、まあ、今吉玲子など、まあ、こう守るのために守るのためにとこう、みんなが尽力してくれる人間に囲まれているんです。まあ、つまり彼女は、まあ、してもらう側の立場にいるということが多かったんだと思うんですね。でも見てください、 U の前では不思議としてあげる側に回ることになる。眠っている彼の背中にそっと毛布をかけてあげたりするシーンなんかありましたよね。慣れない料理をしてみたり、あのカレーですよ、本当に料理できないんだろう、でも愛情込めて守は料理を作るんですよ。で、ああいうその表情とか、その自然にそういうことができえるっていう、何かこう優に心をこう惹かれているというか、魅力を感じているんでしょうね。まあ、おにぎりを早食いする優に、まあ、詰まるよと言いながらお茶を出したりね、なんかこう母性本能をくすぐられるっていう感じなのかもしれません。年も上ですからね。捨てられた子犬を抱き上げて、どうしたらええのこの子犬、かわいそうやな、家連れて行こうかみたいな、捨てられるっていうのが守には何かすごく感じるものがあるんだろうと思うんですね。だからその表情はですね、これまでに見たことがないほど幸せそうなんですよ。まあ、一ノ瀬亮に依存していたのも、まあ、彼がしてあげたい精神をくすぐる存在だったかもしれない。だから頼まれると断りきれない、もうこの守の、まあ、性格というんですかね。まあ、それが恋にもこう発展していくんではないかと推察します。まあ、人それぞれあると思いますね。求めるのがいい人、求められる方がいい人。守は恋人に対してしてもらいたいよりもしてあげたいという願望の方が強いんだろうと思います。さらに優は守のこの知らない世界をたくさん知っていますよね。例えば雨漏りの直し方や屋台で半分こしたラーメンの美味しさなんかね、そして家族のぬくもり、まあもう頭で考えるよりもこう感情でぶつかってくれる、まあ優だからこそ、まあ、守も心を開けたのだと思いますね。こういう彼って素敵じゃんって思う時があるんでしょう。まあ、自分が作った、心を込めて作ったカレーでも、その味とか見た目よりも自分が食べて硬まず苦言うてるカレーですよ。それをですね、今まで食べたカレーの中で一番おいしいと喜んでくれる優の笑顔、まあ、かつて当たり前のようにまあディナーを食べていた守ですよね。高級なレストランに行ったり、やはり小さい時からお金持ちで育った守にとっては、まあ、そういうものに対しての何か心の憧れみたいなのがあったんではないかなと思います。優は愛を教えてくれた。まあ、どんな質素なものでも大事な人と一緒に食べれば、まあ、高級料理も霞んでしまうほどのごちそうになるということを、だからこの言葉です。人間の中であなたのことを一番好きになりました、めっちゃ好きですと涙ぐみながら告白する守り、やっと二人は結ばれると思いきや今じゃないんですと優がストップをかけるんですね。どうやらまあ空への借金を返すまでは守と付き合うことはできないという考え、まあこれもなかなか、まあ、空に負けないぐらいの男気があると思いますね。空も優もかっこいいですよね。でも展開早いし、さすがにジェットコースタードラマ、告白イコール結婚やからね。しかし第7話の予告では、どうなんでしょう。裏切り者が混ざっているような描写がありましたね。果たして3スターブックスどうなってしまうのか楽しみです。またバイバイ。よろしければチャンネル登録お願いね。いいねもよろしくお願いね。バイバイ。